皆さん、こんにちは。少し肌寒くなってきましたね。今日はそんな寒い日にぴったりの肉団子と根菜の豆乳スープと、子供たちに大人気のマカロニきな粉をご紹介します。はじめに、さっぱりとしていて体がポカポカ温まる豆乳スープをご紹介します。ポイントは豆乳です。豆乳は脂質が少なく消化にも良いので、赤ちゃんの食事にも積極的に取り入れましょう。それでは作っていきたいと思います。まずは材料の紹介からです。鶏団子の材料です。片栗粉大さじ1と1/2、卵1/4個、鶏ひき肉 100g、 生姜小さじ1/4、塩小さじ1/4です。次にスープの材料です。大根5cm、大根の葉5本、人参1/2本、玉ねぎ1/5個、油小さじ1、小麦粉小さじ1、コンソメ1個、胡椒少々、豆乳 320cc、 水 180cc です。野菜はサイコロ状に切っておきます。はじめに肉団子を作ります。今回はビニール袋を使って作っていきます。ビニール袋の中には鶏ひき肉が入っています。この中に全ての材料を入れていきます。混ぜていきます。手も汚れずに簡単なので、お子さんと一緒にこねこね作るのもいいですね。よくこねたら袋の端を切っていきます。それでは絞っていきます。絞って形をボール状に整えるとこのようになります。次にスープを作ります。まずはじめに温めたお鍋に油を入れます。材料の野菜をすべて入れます。今回は冬野菜の大根を使いましたが、レンコンやごぼう、さつまいもなどどんな根菜類でも美味しくできます。またきのこや葉野菜を加えてボリュームアップさせても美味しいですよ。混ぜます。全体的に油が馴染んだら小麦粉を加えます。よく混ぜてください。混ざりましたらお水を加えます。コンソメを加えます。水分が少ないですが、蓋をすることで蒸し煮になります。野菜本来の味がぎゅっと濃縮して美味しくなります。はい、約10分経ちました。野菜に火が通っているかどうか確認します。柔らかくなっています。では肉団子を加えていきます。では蓋をして蒸し煮にしていきます。肉団子に火が通っているかを確認します。肉団子の下の方が白く色が変わっていれば OK です。蓋をして蒸し煮にしていきます。豆乳を入れていきます。豆乳は加熱しすぎると分離してしまい、口触りが悪くなってしまうので、沸騰させないように気をつけていきましょう。最後に胡椒で味を整えます。出来上がりました。それでは輸送っていきます。肉団子ではなくハムやベーコンを使っても美味しくできます。無調整豆乳を使ってシンプルな味付けで召し上がってみてください。次にマカロニきな粉の材料を紹介します。マカロニ 40g、 きな粉 20g、 お砂糖小さじ1、塩少々です。でははじめにマカロニを茹でます。茹でている間に分量のきな粉、お砂糖、塩を混ぜておきます。茹で上がったマカロニに先ほどのきな粉をかけて混ぜ合わせていきます。器に盛ります。きな粉の甘さを控えめにして黒蜜をかけて食べるのもおすすめです。